はい、本日はですね、これが千葉南に向かっていきたいと思います。今時刻は4時半くらいですね、なんですけども向かっていきたいと思います。まあ、湘南もねちょっとありそうなんですけども、ちょっとサイズのある波、押しのある波ちょっと練習したいなっていうふうに思ってるんで、ちょっとショートボード2本持って向かっていきたいと思います。では後ほどです。はい、ビーチに到着しました。本日はですね、天気も抜群にいいですし、素晴らしいコンディション、波もいいんですけど、人もねちょうど今いなくて、ちょっと最高のコンディションで、今年多分今のところ一番いいんじゃないかなっていうコンディションでやれそうです。風もね、いつもはサイドオンとか入っちゃうんですけど、今のところクリーンでいい波、そしてセットは頭近くあるんで、まあ、かなりチューブもあって見応えあるコンディションになるかもしれないです。そして今日はですね、一緒に来たメンバーはまーちゃんです。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。今日はサシです。うちら2人しかいないんで、はい、ルイ君がちょうどね用事があって来れなかったんで、ただ今まーちゃんサーフィンしてたんですけど、はい、どうすか、波いいっすね。結構いいっすね。いいよね、乗れたら、乗れたらって感じっすね。でもやっぱ流れとかもあるんで、うまくその一番いいところから乗れるのがやっぱむずいんで、なるほど、ね、そこさえうまくできたらもうあとはもう最高だよ、最高っす、ね、自分との戦いって、ね、いやそうっす、まあ、とりあえず楽しんでセッションやっていきましょう、はい、お願いします。お願いします。本日は僕から行かせていただきたいと思います。持ってきたボードがですね、シャープアイサーフボードのこちら77というね、ちょっとサイズあるように作ったボードなんですけど、今日やっとこのいい波で試せるんで楽しみです。でサイズがですね 5.11、 いつもよりちょっと長めですね。でリッターが 25.2 リッターですね。あ、幅が 18.5、 厚みが 2.28 とちょっとね薄めにはしてるんですけど、前にね一回千葉波に来た時試したんですけど、その時も全然悪くはなかったんですけど、まあ、今日よりねいい感じでやれると思います。そして今日はフィンがこれです。シャープアイのラージフィンを使っていきたいと思います。でテールはラウンドテール、まあ、このセッティングが一番僕にとってこうフィットしやすいし、シャープアイのフィンってすごいこうフレックスがあるんで、いい意味でも悪い意味でもすごく柔らかいので、力をうまく抜きながらターンしやすかったりするんですけど、ちょっと無駄にね力が入りすぎてしまうとちょっとグニャグニャしちゃったりとかするんですけど、その辺をうまく合わせながらやれればいいなと思うので、行ってきたいと思います。まーちゃんよろしくお願いします。お願いします。カイサ君入っていきました。今日はいい波なので、どんなライドを見せてくれるのか楽しみです。カイサ君はチューブを狙ってるみたいです。結構速い波が多いんですけど、選べばいいチューブもあるんで、カイサ君のチューブ見てみたいです。今日は結構セット間隔が長めで、来ないとずっとこういう感じでフラットになるんですけど、来るといきなり爆弾セットが来て結構いい波ですね。今日は天気も良くて波もいいので最高です。さあ、カイサ君、2コンボうまく決めてきました。一発目はレイバックスラップで、二発目はカットバックをうまくしてきました。あそこのインサイドは結構ボヨボヨしてて難しいんですけど、さすがです。さあ、セットが入ってきました。カイサ君はいい波乗れるの、あ、乗った。You know me too.
カイサ君はあと1本で上がってくると思うのですが、波は結構難しそうです。今多分潮が引いてきてると思うんですが、それで速い波が多くなってきたように見えます。さてカイサ君は乗れるのか。カイサ君上がってきました。波はどうだったのか聞いていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。難しい。急に変わっちゃったっすね。波なんか見てても多分良くない。いや結構良くないっすね。あそうだよ。場所がやっぱ定まってないから。そうだよね。まーちゃんがフリーセッションしてる時めっちゃいい波やって全然良かったっす。そうで、それをイメージしすぎちゃってこんな波だったっけみたいな感じだったんですけど、すごい基本的に波速くて、でも乗れたらね形自体はすごいいいんですけど、ターンがねコンボで入んなかったのがちょっと残念だったんですけど、まあでもレイバックしたやつとかはそんな悪くない。結構良かった。あ結構良かった。あれ2発目決めてれば。そうそうだよね。あのフローターしてコケたのとかも苦労もあったから良かった。さあセットが入ってきました。カイサ君はいい波乗れるの。あ乗った。かなりやっぱり柔らかい分すごいこう柔軟に対応してくれるんで、そういったところやっぱ特に波あった方が力発揮しやすいかなっていう感じでしたね。この77で初めて今回つけたんですけど、セッティングの感触としてはすごいいいんですけど、多分波にちょっと苦戦して流れも見てる以上に流されるし、入るとしんどいね。結構いや結構しんどかった。結構しんどいからもう肩が最後はち切れるかと思ったんですけど、まあでもとりあえず本数乗って頑張ろうとしたんですけど、最後上がれなくて、久々になんかハワイみたいになった。なんか流れて沖に流されて手前行こうとするけど行けないみたいな感じになっちゃって、いやでも久々にこういったパワフルな波やれて最高だったっす。じゃあまーちゃん交代で。はい。さあまーちゃん、さっきやってたっすけど、はい、ここが本番なんで。本番っすね。波ちょっと難しいけど頑張ってやってきてください。はい。カイサ君の結構見てると、見てる方からしても難しかった。難しかった。本当に難しいしか言えない。さっきやっぱちょっと引いちゃったからワイドブレイクになっちゃったかもね。はい。しかもなんかね、波がねちゃんとテイクオフできるね、ピークがねすごい狭いから難しいんで、まあでもいいの乗れたらいいと思うんで、まーちゃんパドル速いんで、はい、頑張ってください。頑張ります。まーちゃん今日ボードは、ボードはいつも通り、はい、最近乗ってるんですけど、はい、ラディウスっていうモデルの、はい、パイゼル、パイゼル3号、はい、ラディウス、ラディウス、まあ、今日の波ラディウスはロッカーが全体的についてるからね、はい、結構コンパクトに当てれるからいいと思うよ。調子いいんだろ。はい。まあ、やっぱこういう波速いからね、スピードが出る板乗れるって一番いいです。はい。ピンは、ピンはアルメリック、アルメリックのエアコアです。エアコアです。はい。でオールミディアム。お、オールミディアムですね。はい。ラージは使わない。ラージは最近使ってないです。あ、なるほどね。はい。わかりました。じゃあまーちゃん、ダービー頑張ってきてください。頑張ります。さあまーちゃんのソロセッションが始まります。僕は今やってきたんですが、なかなかハードなコンディションでした。全然決めれずにコテンパにやられたので、ちょっと次のラウンドでね、しっかりリベンジしていきたいです。さあまーちゃん、パドルアウトしていっております。サイズはね、胸、肩、頭ぐらいのコンディションあります。カレントがね強くて、まあ、今日はもう初中級者にはかなりきついコンディション、まあ、上級者以上の方がね楽しめるようなコンディションとなっております。さあピークはね本当に誰もいないです。さあ、まーちゃんはうまくいい波をキャッチしてライディングを連発しております。さあさっきよりねちょっと切れた波が増えてきたような印象ですね。先ほど僕がやってた時は多分かなり引いてる時間帯で、だんだんここからね潮が上げてくるので、ハイタイドになると
もうちょいね波がゆっくり割れるようになってくるので、ターンが連発できるようなコンディションになっていくと思います。さあ、まーちゃんはバレルライドを連発しております。さあ、中部になる波もだんだん増えてきました。さあ、いい感じに波のサイクル、そしてねポジションともにいいところから一人で貸し切りでいい波を乗っております。さあ、今日はもうほんとパドル祭りですね。ひたすらパドルをしてポジションをキープしなくてはならないので、自分との戦いとなっております。ただ来れば素晴らしいセット今日もやってきております。さあ、まーちゃんの前にやってきました。ワイドなブレイクでした。チューブかなと思ったんですけど、さあ後ろには、おーすごい波来て、おースピットアウトしております。さあ、素晴らしいウェーブチョイスでバレルライドを決めてきました。さあ、今日はマーちゃん祭りとなっております。さあ、ここからパドルバックが見てください。かなりきついのが分かりますか。手は回転してるんですけども、海がねすごくね右に流れておりまして、マーちゃん左に漕いでいってるんですが、かなり過酷なのが分かると思います。さあ、まーちゃんもね気合入っております。さあ、今年はね残念ながらプロになれなかったですが、来季に向けて頑張ってもらいたいです。そしてすごいセットがメラメラやってきております。かなりねここはね波がヒットするとねワールドクラスの波が立つので、楽しいセッションが繰り広げられています。さあ、フィニッシュもしっかり決めて上がってきます。さあ、今日はね素晴らしいライド、そして素晴らしい波で、まーちゃんのいいライディングがたくさん見れました。まーちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。結構決めてたんじゃないですか。いや、結構いい波には乗れましたね。いいですね。でも、1本セット来たんですけど、それがちょっと最後らへんですかね。で、一発目当てて、ああ、こけちゃったやつ。それでフラッてなってこけちゃって、あれがもったいなかったかな。あれでもよく当てに行ったっすね。いや、結構、惚れてます。だし、なんかチューブかなと思ったけど、はい、思ったより巻いてこなかったから、あれ2発決めてたら今日1番だった、ね。そうですね。ちょっと早かったけど。はい。だから、こういう早いブレイク練習しとくと、多分、たるい波でやった時とかにね、もっといいターンできるようになるから。はい、ボード良さそうっすね。ボード結構やっぱもうこの波にフィットしてます。フィットしてる。はい、いつの間にか謎のペイントが見せちゃったされてるんですけど、これはちょっともうちょいかっこよくなるかなと。なるほど、ペイントの上にペイントがされてるって感じですね。はい流行りの感じですね。なんかでも最近そういうの外人のキッズとかもやってる。はい、もうちょいなんかかっこよくなるかなと思ったらなんか変になっちゃった。 なるほどね。まあでも表にすると、でも今日海入っててあんまね光ってて分かんなかったけど、はい、上がってくるとよく分かるっす。まあでも今日いい波してたんでよかったと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。交代で。さあ、ラストランド。ちょっとね波も潮がねやっぱ乗ってきてコンディション良くなってきたんで、
ただまーちゃんのラウンドすごい今サイクルあってるんで、このまま行くと多分僕が良くないコンディションになると思うんですけども楽しんでやっていきたいと思います。で、ボードは一緒なんですけど、ピンをちょっとアルミリックのエアコアのミディアムにしてやってみたいと思います。前にもね、ここで千葉南でもセッティングしたんですけど、このセッティングでちょっとやってみて、もしかしたらちょっとサイズ今日あるから弾かれちゃうかもしれないんですけど、ちょっとまーちゃんにも見てもらって、合わなかったら一回上がってきてチェンジしてやってみようかなと思うので、とりあえずやってみないと分かんないんで、いろいろテストしてやってみたいと思います。まーちゃん、どうすか、アドバイスください。波はまあ結構いろんな場所に来るんで、動き回ってひたすら乗るみたいな感じ。乗るみたいな感じ、はい。マーちゃん結構乗ってたもん。いや、むっちゃもう疲れました。疲れた。最後らへんヘトヘトで。カレントすごいよ。いや、カレントやばいです、マジで。そうだよ、まあ、ちょっと頑張って動いていいの乗るんで、よろしくお願いします。さあ、開作1本目からチューブ抜けてきました。さすがです。今結構潮が乗ってきているので、いい波がどんどん来そうです。開作頑張ってください。さあ、海佐くん、フロントでいい2コンボをした後に、帰ってる最中にまたバックサイドで2発当ててました。すごいです。さすが海佐くん、パドルも速い。海佐くん、ワンターンですが凄まじいリップを見せてくれました。スプレーがもうすごい量飛んでました。やばかったです。海佐くん、カイサ君、再び2発決めてきました。結構波は小ぶりだったんですけど、意外と掘れてきていい波でした。さあ、カイサ君、最後もむちゃくちゃいいライドして上がってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。最後ちょうど海佐くんが乗った後、電池切れちゃったんですけど、あ、そうなんです。まあ取れました。最後は ありがとうございます。いや、楽しいっすね。結構いい波でしたね。波良かった。どうすか、はい、ピンピン結構スプレーも飛んでて、絶対そっちの方がいい。あ、こっちの方がいい。なんかね、やっぱこっちの方がスピードが出るから、シャープアイのフィンだとちょっとね、もたつく感じがあったんですけど、こっちのアルメイクのミディアム、逆にミディアムだったんですけど、そんなに、まあ、抜けはすごくいいんですけど、波もいいしコントロールしやすくて、なんかラウンド出るとすごいマッチする感じがあるんで、ちょっとラウンドの時はこのセッティングの方がいいのかなって感じでしたね。結構あのカイサ君が一発当てたレイバックスナップみたいなリップが、超スプレーです。あ、スプレーですか。
やっぱなんかシャープアイスピードが出やすいんで、本来のそのスピード感を感じれるとやっぱスプレーもより出やすくなるんで、細い割にスピードがすごい出るんで、それがもうほんとシャープアイの売りって感じですね。特にこの77ってモデルはターンがすごい伸びるし、もっとねサイズある時によりこう長く張り付いたようなターンができるんで、まあ、それが結構僕は気に入ってて、この前乗ったことあったんですけど、バリでね板折れちゃったんですけど、それぶりに作ったんですけど、めちゃくちゃフィーリングは良かったっすね。思ったより結構水冷たいですね。まあ冷たいけど、でも慣れちゃえばね、慣れちゃえばひんやりして気持ちいいけど、天気もいいんでね、天気もいいし、人は誰もやっぱいないっていうか入れないよね。流れやばくない？あそこでキープするのなかなか難しいです、ね、かなりきついけど、でも楽しかったですね。いやむっちゃ楽しかったです。いいセッションになりました。ありがとうございました。はい、というわけで今日はまーちゃんとマンオンマンで千葉南トリップ弾丸のね、まあ、日帰りツアーなんですけど、波良かったですね、まーちゃん。いやむちゃくちゃ良かった。最高でしたね。多分まーちゃんが一番最初にフリーセッションでやってた時が一番良かったの。いや一番あの時がセットもサイズあって良かったんです。でもまあまーちゃんもすごいバレル抜けてたし、僕も何本かチューブ入れたのもあったんで、日本のねビーチブレイクでこうやってチューブ入れるとテンションも上がるしね、はい、こうウキウキで帰れるんで最高っすね。最高です。今度はちょっとルイ君も誘ってね、3人でセッションできたら楽しいと思うので、はい、ぜひやっていきましょう。というわけで終わりにしたいと思います。今日ね楽しめたんで、ぜひ皆さんコメントなどもたくさんお待ちしてますし、あのフィンのねシャープアイのフィンとこちらのフィンどっちが良かったのかなとね、コメントいただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。はい、というわけでまーちゃん撮影もありがとうございました。いや結構撮影難しかった。いろいろトークできた。いや結構やっぱルイ君がすごすぎて、ルイ君すごすぎる、もういや変なこと喋ってないかなって。あ、そうですか。結構緊張した。緊張しました。まあでも楽しかったですね今日は。楽しかった。何がいいと結構撮影も楽しいよね。結構もう見ててもすごい面白いし、あのたまに来るセットとか見てうわーってなるから、ね、テンション上がるよね、はい、やっぱオフショアで枯れててチューブの波とかがあるとね楽しいですね、はい、じゃあまたまーちゃんもセッション、あの千葉南セッション行くと思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。